買ったお弁当にレンジの温め時間書いてないなと思ったら冷やし中華でした。畜生。イベント買い処理のステージ攻略 HS の9へ行きます。メンバーはこれで行きます。ここはボスステージだね。ですね。このイベントでは地面マスが水田になっています。田んぼで遊んだら農家に怒られるよ。水田には汚染度があって、汚染度が0ならその地面マスに配置されたキャラの HP が回復しますが、汚染度が1以上だと逆に術ダメージを受け続けます。ちょっとでも汚れたらダメージ受けちゃうの厳しい。汚染度が0の水田からポンプで水を送ると、送った先の汚染度を下げることができます。あんなに小さい場所なのに水がなくならないなんて。送水元の汚染度が1以上あると逆に送った先も汚染されてしまいます。まあ汚い水を送ってたらね。あ、ここはボスを一旦グラベルで止めて他者の攻撃回数を稼ぎます。この時グムのいる水田でボスが脱皮しないように止める場所に注意です。脱皮？ボスの前に水田の説明を続けます。ふむ。少し汚れた水を送った時に汚染の濃度差で逆にきれいになるということは起きないです。どういうこと？例えば汚染度80のところに汚染度1の水を送ったら薄まって汚染度が下がりそうじゃん。確かに。でもこのイベントではそういうことは起きません。汚染度0でしか汚染度を下げれません。そのことを理解するまで苦戦してました。ふむむ。さてボスなんですが、単一形態は初期状態でのステータスがバチクソ高いです。その代わり3回ダメージを受けるたびに脱皮してステータスが下がっていきます。じゃあブロックするまでにたくさん攻撃しなきゃ。はい、そのためにグムでブロックして E3 のスキル1で攻撃回数を稼いでいます。左上はガシャで2回攻撃していました。なるほど。さて医療3人まで配置したら天人化をクオーラに交代。左上のグムはガトンボを受けていましたが一旦下げておきます。その空いた配置枠でラバも配置します。ボスを倒すんだね。さてボスの脱皮ですが、水田の汚染度が上がります。 E さんのところがだいぶ赤いね。エクシアとかで一気に脱皮させると浄化が間に合わずに汚染度が上がりすぎて地面のキャラが倒されます。脱皮が早すぎてもダメってことね。画面を見ればわかると思いますが、右上と左下の2箇所を綺麗な水源で残しています。特に右上ではボスを攻撃しないように注意しましょう。脱皮させないようにね。あ、ボスの第一形態を倒した。左上から敵が出てきたらガシャのスキル攻撃範囲が広がって一番上まで届きます。そしてビターノとラバもスキル、ボスの周囲から敵がたくさん出てきますのでそれを範囲攻撃で素早く倒してクオーラが抜けられないようにします。結構いっぱい出てくるね。ちなみに第二形態はまともなステータスになります。ボスが立ち上がったっぽい。クオーラのスキルを使って耐えてラバを撤退して配置枠を開けておきます。左上の水鉄砲がガシャでは倒しきれずに歩き出すので、そうしたらグラベルで止めてガシャで倒します。倒すのが間に合わなかったか。そしてクオーラのスキルが切れたらハイビスカスのスキルを使って回復力を上げて耐えます。あとは右下と左上から敵が出てきますが E さんとギターノで倒せるのであまり気にしなくてよいです。ふむふむ。で左上からの雑魚敵が2列出てきたらその後ろにグラベルを置いておきます。またグラベルだ。まあ悪夢でもいいけど、最後にまたカトンボが出てくるのでそれをグラベルで受けます。でこのステージなんですけど、下降勲章の条件があります。どんなの？汚染されている水田のエリアが3つ以下で星3評価でクリアです。ふむふむ。今回の場合は上の真ん中だけ汚染エリアで、それ以外はクリアまでに汚染度0にします。一応クリアまでに確認した方がいいね。ではあとはボスだけなのでラバをまた配置してボスを倒したらクリアです。ナイスクリア。このプレイで下降勲章を取得できました。ではまた。ご視聴ありがとうございました。